外交革命、外交革命、外交革命は1756年に起こったヨーロッパの国際外交における重大な転換のことで、具体的には17世紀以来の対立関係、宿敵であったハプスブルク家とブルボン家が7年戦争の前に同盟を結んだことを指す。背景にはイギリスとフランスの200年間に及ぶ世界的構想、第二次百年戦争と、 ハプスブルクロートリンゲン家になってからのオーストリアと京プロイセンとの構想という二つの対立塾がある。オーストリアとフランスの対立は15世紀に遡る。ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世がブルゴーニュの後継者マリーと結婚し、フランスを撃破したこと。またフランス側がマリーの死後フランスを売るい11世の先導により、 ブルゴーニュ公としての権限を失った、マクシミリアンの娘マルガレーテ、マルグリットを、誘拐同然に、ヤルル八世の王妃に据えておきながら、マクシミリアン一世のアンヌド・ブルターニュとの再婚を阻み、アンヌと結婚した上、マルグリットを人質として止め置いたことなどから、両国の確執が始まっている。あるいは、マリーの父シャルルと信仰と類十一世との、 対立が起源としてふさわしいのかもしれない。15世紀末用から16世紀にかけては、イタリア戦争において、ハプスブルク家のカール5世とバロアテのフランスは一世が、対立している。16世紀はじめ、カール5世が、スペインをカルロスとして、ハプスブルク家から迎えられ、スペインハプスブルク朝が始まると、フランスとしては、東西のハプスブルク勢力から攻撃される状態とな、 長い間両家は何重にも婚姻を重ねつつも宿敵の関係にあった。フランスがブルボン朝に交代してからも17世紀後半から18世紀初頭にかけてのルイ14世の侵略戦争もハプスブルク家領を脅していた。17世紀前半の30年戦争でもフランスは旧教国でありながら反ハプスブルクの新教書勢力と結んだ。また、 18世紀のスペイン継承戦争、ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争でも両国は互いに敵同士として戦った。1740年から1748年にかけてのオーストリア継承戦争で、オーストリアイコールハプスブルク家は、信仰のプロイセンに敗北して、シュ主ジエン地方を喪失した。この敗北による衝撃は、それまでイタリア戦争、 三十年戦争、スペイン継承戦争などを通じて抗争を続けてきたフランスより主要な敵はプロイセンであるという認識を当時のオーストリア最相カウニッツなどに抱かせることになった。また、それまでの主要な同盟相手であったイギリスにもこの戦争における態度から不信感を抱いた。これらのことがオーストリアイコールハプスブルク家が フランスイコールブルボン家へ接近を図る要因となった。このことが後に、ドイツ諸公の失望を招き、ハプスブルク離れの原因となるのである。一方で、当初フランスイコールブルボン家は、オーストリアイコールハプスブルク家との連携に、積極的ではなかった。ブルボン家とハプスブルク家との連携に転じた理由は、以下のような国際関係の理解から求められる。 オーストリア継承戦争で、ハンハプスブルク家のプロイセンを、フランスは支援した。一方、新大陸、インドなどでフランスと対立していた、イギリス、イギリス帝国は、オーストリアを支援する姿勢を見せていた。したがって、イギリスとプロイセンは対立関係にあった。こうした中、ドイツ派のオファー選帝公国,国の出身である、イギリス国王ジョージ二世は、プロイセンが、 ハノーファー領に危害を与えることを懸念した。プロイセンの牽制を図ったイギリスは、1755年のサンクトペテルブルク協約で、プロイセンがハノーファー領を攻撃した場合、ロシアがプロイセンを攻撃することを取り決めた。これを恐れたプロイセンはイギリスに接近し、翌1756年1月16日の第4次ウェストミンスター条約で、 ハノーファールを攻撃しないことを訳した。以上のような経緯から、フランスと対立関係にあるイギリスに接近していったプロイセンに対し、フランスは裏切られたという印象を得る。こうして、1756年5月1日に、ベルサイユ条約が成立し、ブルボン家、フランスとハプスブルク家、オーストリアの間に防御同盟が成立するに至った。その帰結として、フランスをお対し、 後のルイ16世とオーストリア王女マリー・アントワネット、マリア・テレジアの娘との婚姻につながった。外交革命を推進したのはマリア・テレジアの信任厚いカウニッツ博である。カウニッツはオーストリア継承戦争後に中仏大使として赴任し、ルイ15世の宮廷で実力を振るっていた王のアイショーン・パドゥール・プ人を動かして仏王同盟に踏み切らせた。 17世紀以来、ブルボン家、フランスにとって最大の敵はハプスブルク家、オーストリアと考えられていた。そのため、フランス外交の基本路線は、ドイツやイタリアの諸国、ポーランド、スウェーデン、オスマン帝国というオーストリアに隣接する国との間で同盟関係を結び、オーストリアイコールハプスブルク家を牽制し、あるいは場合によっては武力を行使するというものであった。 外交革命はこうした一世紀以上にわたって続いた国際関係の基本的枠組みに重大な変更をもたらした。そこには植民地と貿易をめぐるイギリスとの長期にわたる対立があった。また、プロイセンの台頭も両国にとっては懸念されるところであった。外交革命後に起こった7年戦争ではブルボン・ハプスブルクの両家が同盟関係を結び、 イギリスプロイセンと戦ったのである。ここにおいて、ハンハプスブルク家のもとに、周辺諸国が連携するという構造は、完全に崩壊した。フランスにとって、オーストリアを攻撃するためにもポーランドは重要な友好国であったが、7年戦争後にプロイセンの主導で、ポーランド分割が行われるなど、従来からの国際秩序は一層再編が進むことになった。 1770年、フランス王太子ルイとマリー・アントワネットの結婚が成立している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。